びっくりしました。さあ、では本日はスリアル村へようこそ。私、熊本県出身。音が来てない。もう、来た。オッケー。梅さん、しっかりお願いします。しっかりしろ。本当にもう、バカだらけだ、ほら。全国1億2000万人の人狼スリアルチャンネルファンの皆様、こんにちは。本日もスリアル村へようこそ。私、熊本県出身、32歳、独身。あ、これ前の台本だ。本日は全国規模じゃねえや、それ前だよ。お前がしっかりしろ。音入ってなきゃよかったのに。これ音入ってないですね。はい、というわけで、じゃあ今日も参戦ありますね、皆さん最後までよろしくお願いいたします。はい、さあというわけで、じゃあ最初にルールの説明いきましょうか。では皆さん、ルールの説明準備はいいですかね。はい、ドン。さあ、はい、はい、ドン、はい、ドーン、入った。さあ、というわけで、まあ、月並みですが、いつも通り、ゲームの目的は、皆さん、勝ってくださいというわけです。勝利条件は、人間陣営がまず人狼を全滅させること。そして、人狼陣営は、村人陣営の数と、今生き残っている人狼の数を同数にすることで勝利となります。そして、ゲームの進行です。ゲームは、昼のターン、夜のターンに分かれております。昼のターンでは、村人全員で話し合いを行い、最も疑わしい人物を投票で決定し、最多得票の人物がゲームから追放されます。そして夜のターンになると、人狼が村人を1人選んで、ゲームから除外してくるんですが、村人の中で役職を持っている人間はこの夜のターンに同じくちょめちょめできますので、よろしくお願いいたします。さあ、それでは次のページです。脱落者についてです。死人に口なしということで、ゲームから脱落した参加者は速やかに退場してください。ただし、お昼の話し合いで追放が決定した人には最後遺言があります。特に制限はございません。何でも言っちゃって大丈夫です。そして、以降は天国ルームでの村の行く末を見守っていただきます。そして、各役職の特性ですね、本日もスリアロ村には人狼が3匹、占い師が1人、霊媒師が1人、騎士が1人、狂人が1人、残った6人が村人でゲームを行います。基本的な役職についてはちょっと、説明省かせていただきますが、占い師の方、初日だけゲームマスターから1人人間を教えております。なので、初日は必ず人間結果しか出ません。そして狂人も人間に含まれておりますので、そこだけお気をつけください。そして騎士の方、連続ガードができませんので、ご注意をお願いいたします。そして決戦投票です。こちら、1戦目が役職公開なので、2戦目以降になるんですけれども、昼パートで投票が同数だった場合、決戦投票を行いますが、それでもプレイヤーの中で決まらなかった場合は、視聴者アンケートで決定いたしますので、ふるってご参加ください。ということでさ、それでは続いてはプレイヤーの紹介に、参りましょう。それではもうトップバッター準備万端ですね。それではどうぞ。はい、こんばんは、新井 0.3 ケーブンです。分かる人に分かればいいと思います。ですね、まあ、みつるさん今回ゲストなんですけども、はい、みつるさんとはね、とある人狼会でご一緒した際に、なんかすんごい愉快なプレイをする派手な人がいるなと思って、後でご挨拶させていただいたら、
なんか3、2、6で、あ、これなんか知ってるわみたいなそんな感じで、でそれ以来ちょっとゲーム会とかで一緒に遊んでいただいたりしてて、あのこういうところで、ね、一緒に遊べるっていうのがとても嬉しいです。あの今日は僕にとってはもう出直しの一戦なんで、あとちょっと区切りの一戦でもあるんですけども、一日楽しみたいと思います。よろしくお願いします。さあ、では次の方どうぞ。はい、皆さんこんばんは。日本プロマジャン協会のケルビンです。まあ私事で恐縮なんですけれども、なんか最近あのツイッターで、スリアロ村クイズみたいなの流行ってるじゃないですか。で、そのスリアロ村クイズでケルビンの最長の自己紹介秒数何秒だったでしょみたいなのが84秒というなんか ギネス記録があるらしいんで、ちょっと今日は85秒を目指して、あのこれから自己紹介をしていきたいと思うんです。はい、終わりです。まあそうですね、本日のゲストの、みつるさんについては皆さん大体ご存知の通り、まあ僕ら世代はやっぱジュークというバンドでですね、すごいあのよく知ってる方ですし、まあお会いできた時はすごい光栄でしたし、今日もあのこの放送できて本当に楽しみだったんで頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ではお隣どうぞ。はい、皆様こんばんは。最高戦日本プロマージャン協会の谷翔太です。まあ今すむさんもおっしゃったという、僕も本当ドストライクゾーンで、もう歌番を見てた世代としては、もう憧れの人で、まあ練習会一緒にやってる時も、まあ常に一緒にやってるんだっていう緊張感があったんですけど、今日はその三津さんと放送で一緒でやれるということで、すごい楽しみです。今日僕ね、朝6時まで人狼やってきて調整バッチリなんで、もうね、今日大活躍して帰りたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ではお隣どうぞ。はい、急遽代打として出演することになりました。昨日決まりました、マージャン連合川崎智弘です。よろしくお願いします。みつるさんとは一回あの練習会で同窓させていただいたことあるんですけど、今日のその放送の内容を見て、まさかあの本物だったんだってちょっと知らなくてちょっと思ってました。はい、もうちょっと今カチカチに緊張してますけど、はい、よろしくお願いします。最後の存在ゾーン、どうぞ。え、存在なの？存在それはそうでしょ。いいシーン。最高位戦の田中陽です。いや、ついにセンターまで上り詰めてしまったなと思ってたの。存在なの？止まった。大丈夫、メントラ大丈夫、もうまあでもいいんじゃない、あの存在の中では格上ってことでしょ。そういうことですね。偉大順に。あとね、みつるさんとジェノベンのね、すごい楽しいですよ皆さん。今日はね、みつるさんのファッションもね、ファッションファッションだったな。ファッションもね、ちょっと、はい、まあこうハードル上げてるだけなんで、はい、皆さん楽しみに見てください。よろしくお願いします。さあ、では、はい、お隣、本日のスペシャリスト、紹介に預かりました。もう皆さん、僕との思い出は喋らなくて大丈夫です。みつると申します。ゲームが本当に好きで、ボドゲとかこういう正体隠匿系のゲームがすごく好きで、アークライト社のタイムボム村から資格としてやってきました。そういうゲームも出してます。なのでいつもはエンジョイですが、皆さんとエンジョイしてましたが、今日はもうガッチガチのうおーで、汚い言葉とかをたくさん使うと思うので、ぜひ楽しくあのよろしくお願いします。みっちゃんと見てください。みっちゃん、みっちゃん、合コンでしょ今日。さあ、では合コン会場で一人の女性ですよ。皆さん、ハープ最高位戦日本プロマージャン協会の松田麻也です。ここが合コン村ということはですよ、 BL が多すぎるよ。うまいな。うまいよこの村。あ、皆さん、アルティメットジーノ9をご視聴いただいた方も、会場にお越しいただいた皆様もどうもありがとうございました。おかげさまでめちゃめちゃ楽しく辞令することができました。会場の皆さんが一緒にハップって言ってくれたり、弾幕でハップって言ってくれたのめっちゃ嬉しかったです。この場でお礼させてください。本当にありがとうございました。今日は今日で、みつるさん、そして
久しぶりに愛しい先生との人狼ができるので、もうワクワクしながら今日も楽しみたいと思います。皆さん本日もよろしくお願いします。続いての方どうぞ。はい、最高位戦日本プロ麻雀協会の石橋信弘です。ちょっと汗だくなんですけど、まだ人名じゃないです聞いてるじゃん、めっちゃ汗だくちょっとね、遅刻しそうになっちゃって、まあ、遅刻したんですけどそのせいで、三鶴さんの初めましてなんですけど、はい、石橋です、よろしくお願いします。今日三鶴さんの初めて一緒にプレーするのでとても楽しみにしてます、よろしくお願いします。お隣どうぞ。腹筋、胸筋、上腕筋、君も鍛えなければぽっちゃりボディ日本将棋連盟所属です。すげえ、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 知らない人もいると思うんで、誰もやってもらえてきないことですね、忘れちゃいけないです、言いました。4歳の娘に好きな子ができたっていうありえないカミングアウトを、ちょっと本当心やられてます。竹田村を救います、よろしくお願いします。ゆきさん、ゆきさん、やりづらい、すごいやりづらい。樋口が気づいたらこれになってました。スニーカーズ。さあ、ではお隣の方どうぞ。はい、日本プロ麻雀協会の宮台和樹です。宮ピーって呼んでください。今日ですね、スタジオに入ったら麻雀卓があるんですけど、なんとBB ウルフ3人と新井圭文が麻雀打ってまして、うん、とっても殺意を覚えてもらって、はい、あそことは全力で戦いたいと思います。よろしくお願いします。本当にもう夢のような時間でした。3年欲しいわ。いや、こいつスローでしょ、日中。いやいやいや、まあ、後で10万円。まあ、お前からってことはしょうがないね。さあ、ね、狙ってない、やめて、そういう。行くよ。では次の方どうぞ。はい、皆さんこんばんは。日本プロ麻雀協会の横谷誠一郎です。今日ですね、足元をちょっとご覧いただきたいんですが、なんだこれ。おお、なんと、前回の忘れ物を取りに来ました。これね、大阪のお土産でもらった組倒れ太郎、組倒れ人形、組倒れ人形の顔なんですけど、足がでかすぎて顔ふんやって曲がってるんですよ。そうなの。一応こんな感じのものをいただきましたので、今日はこれを背負って、いや背負ってはいないか、履いて頑張ります。久しぶりに伊藤先生ゲスト来ていただきまして、ありがとうございます。ツイッターにもちょっと書いたんですけど、三鶴さんね、怪しいんですよ、いつも俺が言うなっていう、まあ、コメントもあったんですけど、基本的にちょっと顔ぶちがーっと見るとなんか怪しい村の再来みたいにちょっと怪しすぎる。そうそう、だから、まあ、今日はオオカミの人は気楽にできるんじゃないかなーって思って、やっぱ引いてませんけど、あとね、ここまでが存在ゾーンなんで、センターによってるわけではないので、別に格上でもなかった。そう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 。じゃあ今日は頑張りたいと思います、よろしくお願いします。さあ、というわけで、先ほども少し申しましたけれども、本日も1戦目は役職公開ですので、視聴者の皆様、プレイヤーの役職知った上で、ご視聴していただければと思います。そして2戦目、3戦目は役職非公開となりますので、一緒にプレイヤーと人狼推理を楽しんでください。そしてまあ2戦目の3日目ぐらいですかね、いつも通りなんか不思議な見えない方が発生する時があるんですけど、まあ、その時はちょっとお金をお願いします。そういうとオブラートです。オブラートです、わかりました。
はい、というわけで、さあでは、伊勢目役職公開なので、このまま、役職カードを配って、夜のターンを、皆様、うん、視聴者の皆様に見せたいと思います。はい、それでは今からカードを配りますので、皆さん準備はよろしいですか？おーい、それじゃあ思い思いにカードを引いてください。そうなので狭いと思うんで、あの効果見た時にリアクションさん当たるからね。ちょっと若干動きながら引きますね。さあさあさあ、この辺があれやろ。キエーキエーキエー、はい、あ、どっちがいいですか？残りでしょ。残りでいい。なんか入るじゃん。キエーキエー。さあ皆さん、いいですか？準備はよろしいでしょうか？はい、では行きたいと思います。目をつぶって下を向いておいてください。さかなクンがまずカードを回収します。お、うん、じゃあ OK ですかね。ではやっていきたいと思います。ではいきます。まず、狼さん目を開けてください。狼さん目を開けてください。よいしょ。オカミさん、今名前をメモしておりますので、顔は上げたまんまでお願いします。顔は上げたまんまでお願いします。はい、オッケーです。それではおやすみなさい。では続いていきます。占い師さん起きてください。占い師さん起きてください。まず名前をメモします。お待ちください。はい、では、さかなクンの方から本日のお釣りがいきます。確認ができたらおやすみなさい。確認ができましたらおやすみなさい。さあ、それでは視聴者の皆様用に本日のお釣りはこの方でした。この方でした。はい、それではおやすみなさい。では次いきます。霊媒師さん起きてください。名前をメモしてます。お待ちください。はい、OK です。おやすみなさい。では、次に岸さん起きてください。名前をメモしてます。お待ちください。はい、ではおやすみなさい。では、最後です。狂人さん起きてください。名前をメモしてます。お待ちください。はい、OK です。それでは、確認が終わりました。さかなさん、いいですか、そこで。はい、それでは目を開けてください。さあ、それでは皆さん準備はいいですか？イエーイ。それでは、お、なんでしょう、ちょっと待ってくださいね。それでは大丈夫そうですね。はい、それでは初日の、ん、なんか来ました、ごめんなさい、ちょっと待ってください。はい、さかなクンがもう一回やり直したいそうです。なんだ、忘れたのか。朝のターンだけやり直させてください。はい、朝のターン、夜中だけ夜中だけ見直させていただきます。はい、はい、すいません。じゃあ皆さん、もう一度、はい、もう一度、すいませんでした。失礼しました。じゃあ目を閉じて下を見ておいてください。はい、はい、念のため、念のため失礼しました。では、もう一度いきます。人狼さん目を開けてください。人狼さん起きてください。はい、OK です。それではおやすみなさい。では次に占い師さん起きてください。はい、では、魚さんからお告げを今出しております。お告げ出しております。それでは確認ができましたらおやすみなさい。では、続いて霊媒師さん、おはようございます。はい、確認できました、おやすみなさい。では続いていきます。岸さん起きてください。はい、 OK です。おやすみなさい。
では最後に狂人さんお来てください。はい、オッケーです。おやすみなさい。では失礼しました。確認が終わりました。それではもう一回来てください。すみませんでした。どうもどうも。さあというわけで、じゃあ皆さん役職公開で一戦目いきたいと思います。初日の話し合いの時間9分で始めてください。おはようございます。作戦を提案します。まあ麻雀プロの人狼スリアル村ということでね、はい、麻雀にちなんだ特化した麻雀が強い人が生き残りやすい作戦をちょっとやってみようかな。いや、いいと思います。ちなみにあのこの作戦やる前提で道さんと伊藤くんさんは今日は対象から除外します。なるほど。なんでどういう作戦かというとですね、今日道さんもいらっしゃいますね。この326という名前を見てちょっと皆さん麻雀を連想しませんかと。します。麻雀のタメちゃん236町ありますよね。ありますね。それをちょっと皆さん頭の中で、まあちょっと実はサンプルをちょっと一つ書いてますが、まあこんな感じですね。例えば例えばこんな感じで、でこういうこのサンプル、まあ他にもいくつかあるんですが、これを皆さんちょっと時間、まあそこは適当に30秒ぐらいでもいいかもしれないですけど、ちょっとまあ今すでに考えておいてもらって、そして今全員立つと麻雀プロ11人、それでお互いに指定し合って釣り先を決めるというのでどうでしょう。だから簡単に言えば11人立つでしょ。その中で一番最初に誰かが誰かを指定して、その人が答えることができれば投票対象、投票対象から外れる、答えられなかったらその日の投票対象、そんな感じで3人選んでそこから決めるという形。選んだ側は？選んだ側は特になし、それでいいと思う。ただし一度答えることができた、答えられなかった人はもうその日はそれ以上指定されることはない。なるほど。その形で。で一度答えが出ちゃったらもうダメでしょ。そう、一度出た形、つまりこの形はもう選ぶことはできません。そんな形で。それ消したらどうやろ。いやでも、いやでもまあパッとバットは他に2つある。他にもバットは出てくるんですよ。ちなみに、今見えてるのは大丈夫ですよね、あれ。あ、大丈夫。しかも今、書き込むのもある。こんな形で答えられなかった麻雀プロの戦いにも置けないようなやつを釣り候補にあげましょう。なんかみつるさんとなんかみっちゃんと伊藤先生も参加できるような気が。指定はしてもいいと思います。なるほど。指定してもらってね。そう、指定してもらって最初指定ばっかり任せちゃっていいから。分かりました。ということで、まあちょっと時間も多少渡しましたし、パパッと決めましょうか。ちなみにあと一つだけ、あの3人候補が決まった中で僕あの一応提案者でちょっと有利なので、もう一つ僕が形を挙げます。答えられなかったら僕も投票対象でいいです。え、どういうことですか。だからこれどんどん形できていくでしょ。でどん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 候補が狭まっていく。その上で僕が最後に一つ答えます。答えられなかったら僕も含めて4人投票対象でいいです。まあやりましょう。始める時間ですから。じゃあ一応さん適当に。じゃあケルビン。はい、どうぞケルビン。224566224566。はい、OK です。ケルビンはとりあえず今日は対象にはならない。伊藤慎一さんは石橋さん。あ、はい、111334111334。はい、OK。 はい、はい、頭いい。いや、出るでしょ。出るでしょ。ここまではそんなに難しくない。ここから先は結構ね、きついとこになる。236町だっけ236。さあ、誰が誰を選ぶかとかで結構ラインも見えてくる。ちなみにこれさ、例えばです、2356町とかじゃダメなんだよね。ダメ。236町だと何が。じゃあ私あげちゃおっか。え、あなたあげるじゃん。別に刺す方を。刺すのは全然いいと思う。じゃあボタン字をやってみる。答えなんだよ、わかんない。あ、じゃあボタン字対象。はい、結構古風な練習の仕方なんで。あーでもな、これが出るとでもなんかちょっとずるいのはすぐ出るけどね。一番下のちょっとずるいのはすぐ。いや別にいいと思うよ、それは。胸に留めとくの。いやいや、だからそれやっちゃダメ。刺したりしたらいいんじゃないの。あーでもなんか一応上がった人間は刺しちゃダメってことにしようかなと思って。残り5分。みつるさんとかもう一人上げたかったら別に上げる。みちゃんが。じゃあ、じゃあ俺、まやちゃん当てるわ。はいよ。分かんなさそうですけど、ね、結構普通な練習の仕方なんで、うん、まあ、若い人は大体答えられないから、うん、あんまこういうのやらないから、うん、まあ、頑張ってる人は結構いる。ちょっと待って、1、1、1で3がついたら3、2でしょ。でだから考えるとそうなっちゃうから4、5、6、6。あ、もう一回言ってみて。1、1、1、3、3、4、5、6。
いや違うね。なんか違う違う。一枚用意ね。それ上がってる。上がってる。ダメ。やろうとしたことあった。あとみっちゃんに誰か怪しい人を指定して答えさせてほしいかな。どうしよう。ミヤピーさん。はい。わかんねえ。はい。じゃあ僕適当にあと一つ書きますよ。もう時間があるので。そのさんが最後それを言いたくてしょうがないんだろうなと。そうだね。どんな形？あ、なるほどね。いや、他にあと3つぐらいありますけど。ああ、そうか。あとまあ単純にマヤさんの聞いてて俺覚え考えてて、1、1、1、3、4、5、6とかね。あとは2、3、4、3、4、5、6、3、4、5、6なんだよ。まあ、この3人を釣り前提とするということでいきたいと思います。ちなみに、あの、マヤちゃんは誰かな、谷が挙げてて、ボタンズは俺が挙げたよ。谷の殺意が高すぎて、ねえ、それはおかしい。それは、この2人の狼はちょっとないね。それだけは分かった。殺意が高すぎた。みつるさんがミヤピーを挙げたというところは覚えておいてもらった。存在を一番消してる人にしました。ごめん、俺正直進む釣り対象の中に入ってほしくて、結構もう自分が釣り対象に入らない前提の作戦かな。ただ作戦考えてきた時から、まあ、なんか引く前から考えてるのは分かるんだけど、ちょっと進むが有利すぎる作戦かなとは思うから。僕は自分が有利になるために発言を、あの、提案をしたんであって、有利なのは当然だと思って、初日に釣られたがありません。はい、残り3分切ってるんですけど、私は谷さんのことをすごく怪しいと今思っていて、3人挙げられてますけど、この中でどうしてもいくっていうなら考えますけど、そこでもいいなら私は谷さんに行きます。じゃあいいですか、僕は言いますよ。じゃあなぜみんな、まやちゃんも誰も指定しないの？議論が止まっていたから、誰かを指定しなきゃいけないから僕は指定しただけだよ。残り2分半、うん、別に俺人として普通ぐらいだと思うけど、それは分かります。別にこのまま資料が何もないならブラすべきではないと僕は思ってるんで、いいんじゃないですか。資料もするの、今するの、もうこの3人とりあえず、この3人にプレッシャーを与えないことには負けた意味がない。それは意味がない。まあ、ゲーム上これを続けないようにしましょうって一旦なってるから、こっからぶらしてもいいんやけど、時間がなくなるかなんかなくなるって言われた。じゃあもう早めに使用します。私占い師で、ごめんなさい、もう言っちゃいますね。糸新先生が人間だということを知ってます。信じるよ。発言が、俺は刺されてるんですけど、みっちゃんはすげえ村っぽいと思ってるんで、みっちゃんだったらこの2人でもいいぐらいです。この時は想定してた。いや、別にこれでこのまま行っていいと思う。あれ、タラさんが進むっていいんじゃない？これプラス進むいやです、僕は立ちません。その場合は別に、あの、自由投票になるから、うん、別に立つ立たないは別に他の人の。僕は、あの、絶対釣られたくないから立たないと思う。いや、その代わり、全員が投票対象だと思ってほしい。そう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 。まあ、だから役職者は釣られても、役職使用されても釣る可能性あるから、それだけ言っとけます。多分なりますね。ただそれをやるんだったら、このままマヤちゃん1CO だけで進めるのって思うけど、そこをやりたくない。でも出てこないの。いや、僕は占い師ですよ。で、ボスが白。ボスが人間。ボスが白。マヤちゃんが伊藤先生の谷君のボスね。はい。谷が何もなかったら、言わなかったら、俺は今日谷に入れてもらったから。残り1分。そうなの。僕と伊藤先生が形を。そうですね、人間性。さらに言うと、占い師であるからこそ自分の視点のところを出したいから。僕は占いから、ちょっと僕は危ないと思ってる川崎さんと石橋バッシーさんに、あの、話を振った方がいいと思っていて、話した方がいいと思う。それよりも例外結構する。まあそうだけど、僕は出さんでくれなんでいいんじゃない。出さんでくれ。いや、話は聞くべきだと思う、やっぱり。何考えてるか。まーちゃん、最高位戦の後輩なんですけど、まあ、あの、もうちょっと占い師だったら、あの、釣り対象にならないように、もうちょっと頑張って私を考えたんじゃないかなと。ああ、だから本物ってことですか。いや、本物じゃないか。考えてほしいですよ。これ30秒考え方がちゃんと考えたでしょ。ただ逆に今日使用するから考えなくてもいいっていうのはあるかもしれないなと。川崎さんは大丈夫、行かれるよ。多分行かれます。行かれるよ。俺もしろケービンも全然白く見てないから、そっちの方がいいから。まあでも川崎さんが何も発言しないで行かれないと思ってるのもちょっと違うと思う。まあそうですよ。僕は中崎さんいつもこんな感じで、あれが出てくるんだよ。何終わるまで大丈夫です。ケビンと新井だって十分来ると。僕はもう占いだけだったら小谷さんの方が信頼が高いです。ただ狼でも同じこと。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。お好きな方からどうぞ。まあ投票、仮の投票対象ということで、まあ作戦のやりたいような、進さんのイメージはまあなんとなくは分かるが、
物の神経もちょっと測りづらいなと個人的には思いますね。ごめんなさい、止まっちゃうんだな、こういうの。まあ普通に投票対象で、ごめんなさい、宮崎さんに投票はしますか、結局わかんないんでね、うん、ケルミンがちょっと人間っぽいかなと個人的には思います。はい、投票します。バッシーに投票します。群れの中で一番俺が話を聞いてて怪しいと思ったのがバッシーだったかな。みっちゃんが一番今村だと俺は思ってる。はい、投票します。谷とそのまやちゃんの下りはまあ今日は分かったけど、それ以外は全く分からなかった。だから霊媒師じゃないところをとりあえず釣ろうと思うので、まあこの2人どっちかでまあ、はい、投票します。投票します。ミヤピーが今ので僕は人間だったな。結論は僕は竹中進む弟に投票します。ミヤピーが、お互い怪しくないからって言って、僕もこの釣り対象にこだわっていくっていうのはとても反対なので、前に目を向けてるのはすごく人間らしいと思いました。で、進むは正直、作戦の後に自分が生きようという以外にあまり意見がなかったと思います。はい、投票します。投票は川崎さんにします。投票対象に上がったボタンジさん、宮崎さんは、まあ、さっきのまやちゃん の話の続きになりますけど、まあ、全然形を考えてなさそうだったんですね。なんで、ごめんね、分かんない、考えたら分かると思うけど、だから考えたら分かるからこそ、なんかオオカミだったらもうちょっと考えたんじゃないかなと思います。なのでこの2人は結構ムラかなと思ってます。投票あーずっと待ってるタイミングが分かんないのごめん投票します。占い師のカミングアウトの2人は同じぐらい怪しいんですけど、で谷さんが出た時に占い師だからそういう動きをしたんだよっていうのももちろんわかるけど、人狼も全く同じような動きをすると思ってます。人狼と占い師だけが白黒が見えているので、そして、そこまでだったらほとんど2人は同じぐらい怪しいんですけど、谷さんを唯一川崎さんが守ろうというか、谷くんの動きは分かるよみたいに後押しをしたので、仲間の可能性があるので、そこでちょっとだけ怪しく思えたので川崎さんに一票です。はい、僕は川崎さんに入れます。僕は、まあ、そういうふうに信用してもらってましたが、やっぱり一番情報が落とせてなかったと思います。で、結局投票対象の2人に集まらなそうなので、霊媒師は出た方がいいと思います。もし東京大賞になってんだったら本当に釣られかねないと思うんで、僕は出た方がいいと思ってます。投票します。投票は進むくんにします。今現在、投票を持っていて、しかも動きたそうにしていないまやちゃんは、僕はとても真にはあんまり見えないかなと。今このグレーランの中で誰が釣られるか分かんない状況で、オオカミ絶対に後半に歩を持ちたがります。絶対にです、これは。なので占い師は、これから先に投票する人を占えば、まあまあオオカミ見つけられると思うし、そうですね、やっぱり占い師は先に投票してほしいです。オオカミの話だからさ、ちょっと俺いい加減に入れさせて本当に投票します。投票はボタン字に入れます。霊媒師、あ、ご単純に入れます。霊媒師の可能性が一番低いと思っているからです。そこを潰したくないというところで、僕は宮崎ご単地からぶらしたくはありません。今ぶっちぎりで黒く見えてるのはアライトケルビンです。というかですね、僕は霊媒師という可能、まあ比例使用しときますよ今。ただ僕は霊媒師って可能性を全く考えずにいきなり僕に入れてくるのが理解できません。ということでこの2人がぶっちぎりで黒く見えてます。以上。はい、ケルビンさんの言葉を返すようですが、私はケルビンさんと同時に立とうとしていました。なぜなら私は谷さんの投票を待っていたからです。で、谷さんが入れた川崎さん、私川崎さんに入れたかったのに川崎さんに入れられちゃったから他で入れますね。で、すすめさんの意見は、霊媒師であっても分かるけれども、ごめんなさい、狼でも全く同じことが言えると思っている。ご存知さんとすすめさんを比べた時にすすめさんの方が怪しいと思う。うん、なぜなら、谷さんのことを私は狂人ではなく人狼じゃないかと思う、あの強い意見からね。はい、入れますね。あまり言えなかったんですけども、結論だけで言うと僕はスムさんに入れます。で、まあ、比例使用者ってのもあるんですけども、まあ、明日霊媒が色を見れば分かりやすくなるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。残り2票、投票します。進むさんは人間かなって思ってます。ちょっとやっぱり危ない状況なんで霊媒使用した方が今日は生き残れるかなと思ったんで、まあ進むらなのかなって思います。川崎さんの方が人狼あるかなって思ってます。
残り1票。はい、さすがです。まあまあいろいろないんだよね。うん、どうしようかな。まあ私は霊媒師です。片代もらってたんで、まあどういう展開した方がいいのかちょっと迷ってて、まあ、で投票は川崎くんにしようかな。はい。おお。というわけで本日ゲームから追放されるのは川崎さんでした。はい、やっぱり怪しい人が初日に揃えるという運命だったというのはしょうがないと思うんですけども、村目線ではまあ僕はそうですね、まあ、霊媒が1人しか明日以降出なければ、まあ、明日白と出ますし、で僕が狼であれば何かしら霊媒で出た方が3票集まった時点でそっと霊媒使用した方がいいと思います。そのことも踏まえて明日以降頑張っていただければと思います。じゃあね、ひぐみ。あー、ひぐみ。あ、ひぐみ、ひぐみ、ひぐみ、票は、はい、5票でした。問題ないです。さよなら。さよなら。さよなら、ひぐみ。ひぐみ、さよなら。ひぐみ、バイバイ。それでは、ひぐみが全国ルームに旅立ったところで、やばい、村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。誰かいる？天国ルームへようこそ。さあ、天国ルームでございます。ようこそ。どうも、どうも、ひぐみです。どうも。これ、本物にビンタされるよ、多分。ビンタじゃ済まないよ、多分これ。ね。いやいや、ちょっと全然最初から僕見てないんですけど、途中から見たんですけど、なんで怪しまれてんすか。うん、いや、もうしょうがないんじゃない。もう全然、やっぱり意見言えなかったし、でも麻雀振られたら答えられる自信はあったんですけどね。いや、ちょっとね、解説どうぞって言っても全然見てないんですよね。あの、誰がカミングアウトとかも今ちょうど来たばかりで、うん、あの入ったので、はい。いやあ、なるほどね。天国今回結構怪しいですよね、みんなね。怪しいですね。僕思ってた、うん、そう、みつるさんって同村したことありましたっけ、川崎さん。1回だけ練習会であるんですよね。みつるさんも大概怪しいんですよ、あの人。僕イメージ的に。で、この後に2村目とかからはなおさんとかも来るじゃないですか。あー、なかなかもう どうしようと思って。だって一番左から D ゾーンが、そうですね、 D ゾーンじゃない、存在ゾーンがもう6人いますからね。いやー、狭かったっすよ。これ狭かったです。すごい、はい、佐野さん何してたの。あの、仕事終わって今来ました、やっと。はいはいはい。いや、え、今上、そう、役職ね、これ今公開なんですけど、どうでした、これ。全く合ってないですね。合ってないですか。全く合ってないですね。谷さんの方が死んだと思っちゃったし、うん、結構ケイブンさんは怪しまれてないんですか、やっぱり。ケイブンさんは、進むさんだけがかなりドス黒いとは言ってました、ね、ドス黒いと言ってました。ドス黒い、はい、あー、へえ、新井さん黒いって、あ、そうなんだ、うん、まあ、そうそうそう、へえ。でもボス的、ボスが真の霊媒師なので、僕の方に入れるっていうのはよくわかりますね、うん、やっぱりその黒と白で、やっぱりその僕の方に入れてきた人間は、うん、やっぱり若干黒目になるっていうのかなとは思うし、うん、そうですね、ただこっからうん、対抗で出るのかなっていう、例えば五谷さんは多分ね、立たされてたので出ないかなと思うんですけど、バッシーさんとかが霊媒対抗出てくるパターンあんのかな。三潜伏の状況ですからね。今三潜伏ですもんね。そうですよね、はい、うん、でも川崎黒って言って信用されるかどうかっていうところがあるんじゃないですか。うん、されない気がする、はい。うん、あ、僕の名前がちょっと違ってますね。あ、本当ですか。まあ大体慣れてるんで大丈夫なんですけど。見てた方がいいです。あ、広の字が普通の広島の広ですね。広島の広ですね、はい、こんな感じです。はい、はい、多分いずれ大丈夫でしょう、うん、はい、ただね、あの、進むさんの固くな、あの、殺されたくないっていう、何か持ってそうだなっていうのがやっぱり狼側につけそうではありますけどね。確かにそうですね、はい、それはありそう。うん、レバーで出るでしょみたいなね、イメージありますもんね。そうですね、うん、スライドそうだったら語っとけよっていう風に。そうそう、ね、どう結構長いですね、今日。天国今いろいろ考えてるのかな、神先をどうするかとか。神先どこかいます。どこですかね。進さんが本命なんだけどな。そうですね、騎士探しだとしたら、そのまあ進さんがそういうあまりにも
ね、ノーカミングアウトで。で、狼陣営からしたらやっぱりボスは、うん、やっぱりそのまあ進化強じゃないですか。うん、だからどうなのかな、やっぱりその上でスパスすむさんの方がなんか持ってそうってイメージはありますけどね。広告が来たのかな。あ、違う、広告結果でした、失礼しました。広告で来場者数が125人。 ありがとうございます。ありがとうございます。多いですね。はい、へえ、そう、あ、でも進むさんを噛んだら荒井ケルが怪しくなる。あ、それはありそうですね。進むさんがかなり疑ってた2人が釣り最小になりかねないということですね。かといってボスにはいかないのかな。あ、どう、入ってくださいよ。まだなるほど。ちょっとあの準備がいるみたいです。2戦目から参戦の方がいらっしゃいました。いや、別にいいんですけど。はい。ひろしさんです。はい。どうもです。はい。びちびちょなんだよまた。びちょびちょなんだよってどういうことですか。いや、そんなに、え、この時期に髪びちょびちょになるくらい汗かくて相当すごいですね。ひろしー、ひろしです。なんか最近あの花うさんのおかげか、だいたいひろしーっていう名前出てくるようになりましたね。ありがたい限り。下の名前で呼ばれるのってね。いいですね。すごいですね。野原ひろし。違うわ。それ違うひろしだ。新井がね、あ、そうか、新井さん出てくるパターンもあるのか、霊媒でね。あ、ちなみにここ来るまでの時に見てて、はい、うん、僕内容は見られてなかったんですよ。ちょっと、うん、なんかね、すごい面白いメンバーがいいんだよね、これ言っちゃって。あ、もう、あの、役所公開です、一作です、ね、そうですよね、となってるんで、はい、はい、いや怪しいですよね、みんなこれっていう話を川崎さんとしてたんです。はい、そうそう。いや、でもなんかすごいですよね、これ改めて見ると。まやちゃん占い師すごいね、やっぱりなんかバシバシ当てちゃう系なのかな、うん、そうですかね。問題はボスの霊媒師が普通に出るのか普通に出ないかっていうところが楽しみ。いや、普通にね、出てました。投票の時に片白もらってるみたいで。あ、ちょうど見れてない時かな。そうですね、うん、出たみたいなんで、結構し、まあ珍しく取り落ちじゃない普通の CEO ですね、なのかな、うん、川崎智弘が治ってない。あ、もう大丈夫です、はい、分かればいいです、分かればいいです、はい、うん、なるほどね、うん、そうですね、そう、僕もね、最近ちょっと怪しくなりつつあるんですよね、うん、結構 ね、今日怪しい人ばっかりなんだよな、本当に。ヒロシを信じれば。ありがとうございます。誰だろう、絶対最終日まで投票しないそう、なんか夜時間の結構ね、結構長いですね、うん、はい、結構決めかねてる部分が多いのかな。あ、ありがとうございます。うん、花うさ神セットしてます。竹中兄のモノマネやってってできるんですか。やったことあって、身内だけにっていう。あ、では間もなく、翌日になりますので、皆さんお待たせしました。最後に言ってくださいよ。はい、朝が来ます。言い慣れてない感がね、言い慣れてない感が半端ない。おはようございます。おはようございます。竹中進さんが人狼に襲撃されていました。天国ルームで村の歴史を見守ってください。さあ、それでは残された村人は話し合いになります。会議の時間8分で始めてください。お願いします。じゃあ、もし霊媒師が他にもいるんだったら一緒のタイミングで出てほしいし、一緒のタイミング、まあ別に、まあ別に出ちゃっていいです。はい、他にいませんか。大丈夫ですね。占い師ももういませんね。大丈夫ですね。じゃあ全結果一緒でいいですかね。はいはいはい。じゃあお願いします。いっせーの、人間でした。ワシンさん、オカミ。おたにさんが白です。おたにさんめっちゃ死んだな。ボスは人間、まあ人間でした。ね、まあボスが噛まれたら嬉しいなとか昨日の夜思ってたんですけど、噛まれなかったっすね。僕目線ですけどね、マジで。ボスが巨人で噛まれたりしてくれたら嬉しいなと。はい、じゃあ私から言っちゃっていいですか。うん、私占い先として、ケルビンさん、ケルブンさん、もしくは、バッシーさんか岩尾さんを占おうと思っていました。うん、ケルビンさんとケイブンさんから外したのは、初日でも結構議論で意見を落とされていたので、2日目以降も議論で分かるかなと思ったからです。なおかつ、進むさんに私昨日投票したんですけど、結果進むさん噛まれているので、そこからもまた今日以降意見が出ると思っているからです。で、岩尾さんとバッシーさんのどっちかにしようと思ったのは、私どうせ途中で噛まれていなくなるだろうなと思っています。
で、そうなった場合、最終狼ラストウルフを見つけることが私の仕事だと思ったので、バッシーさんか岩尾さんがラストウルフになりやすい位置だと思ったので、こっちのどっちかでと思ってバッシーさんも。ちょっと聞き間違いじゃなければ、うん、今理由の中で進むが噛まれてるのでって理由が入ってた。うん、うん、入ってた。なんかおかしくね。うん、ちょっとそれを思ってますということ。結果進むさんが噛まれているので、そこからもなんか今日以降発言で見えるんじゃないかなと私は思っています。よろしい、とりあえず高さんに対して。僕の占いを、昨日結局2人が投票対象でしたの中で、結局早々に最初の方は後藤と宮崎さん1票ずつぐらい入ったけど、結局投票対象がいっぱいブレて、結局2票1票しか入らなかったってことは、まあ、前半でやっぱりブラスすことによって助けられてる狼があるんじゃないかと思って占いました。なので白、それで占いは白でした。はい、俺、ケイブンちゃんの話に1回、あ、でもそうか、ボスはレイバシンさん。そうですね、まあ、じゃあレイバシンと結果、まあ、この、まあ、偽物の、これで出てきたんで偽物の可能性があると思うんですが、例えば村人の皆さんみたいな川崎君は狼に見えたんじゃないでしょうか、村の皆さん。僕が狂人だったら、とどめを刺しに行くということになるので、まあ、狼の可能性あるかもしれませんけど、狂人ではないと思ってほしいなっていうのが一つ。ボスが狂人目がない。だって、川崎君、まあ、村人だとすると、すごく狼に見えたんじゃないかなと思うので、それをとどめ刺しに行ってるっていうことですよね。だから、ボスは狼か本物かどっちか。まあね、俺、ケーブルに乗りたい気持ちがすごく一個あって、思考の途中に時間軸がちょっとずれてるし、思考があったから、俺も聞きながらあれおかしいかもしれないと思って、最終この2人の2択になる前に死んでるよ、死んでるっていう前提で話されてる気がしちゃったの。今朝普通に結果として、皆さんが周知の事実だからっていうので普通に途中で放り込んでしまったんですけど、それを変に感じてしまったのは、僕の霊媒師のあれさんの見解も聞いた方がいい。ただ僕自身はまやちゃんがそんな偽物って決められるわけではなくて、それだけで、ただボスがそうは言うものの、僕はボスのことはすごく強人だと思うよ。昨日のいやだって最後の出方が人狼だったら出なくてよくね、あれ、うん、自分とは出なくてよくねって思うんで、完全に狂人で噛まれ回避に出た狂人にしか見えなくて、で、決めたのはそれは分からん、はっきり言って、うん、決めたことに関してボスは俺自分狂人じゃねえだろって言うけど、それは分かんないです。僕はそれでも狂人じゃないかと思う。だから占いの診断は谷が偽とは決められない、うん、はい、なるほど。バッシーさんは一応出されてるから聞きたい。何組投票したとか、誰に投票したとか、はい、4、5票目ぐらいに川崎さんに投票してます。で、ごめんなさい、川崎さんって結果、うん、人間です。だから人間確定なんです、はいはい、あともうちょっと聞きたいですか。そしたら、僕、まゆちゃんは僕オオカミだと思ってます、うん、なので、霊媒が神教だと思ってるんですが、ボスの方が神明だと思っていて、それは、自分が川崎さん決定票を打ったのに、白出しをしてるんですよね。それって人外だったら、川崎決定票打ったら黒出しした方がいいと思うんで、まあなんか川崎さんの白打ちするのはあんまり、ね、うん、これは分からない。ちなみに結構これ大切なに思ってること、結果川崎君は、まあ、両目線で人間でした、はい、スムクも人間なんですね。そういうことは票が集まってるとこが人間だったんですよ、うん、でその前はね1票がいっぱいいたんです、うん、だから川崎君に2票とか3票重ねた人が他の狼の2票が重ならないようにした可能性がある。だからその1票の誰かは分かんないけども、川崎君に2票目3票目もしを入れた人間は僕は今もっとも怪しんでるので、僕は3票目に入れてます。入れて、まあ、そんなことないのはトモクロとして、はい、あと2票目と1票目です。1票持ってた人はどうやった方がいいんですか。1票多かったんですよね。2人とケルミさん持ってました。僕持ってないです。うん、まあ、でもこれは絶対見た方がいいです。だから、ゴタが2票で、うん、宮崎さん、石橋さん1票ずつで、うん、川崎さん5票のスムさん4票ずつ入ったので、ね、で、2票、スム君に、あれ、バッシーさんに1票入れた。川崎君2票目で誰？バッシー、川崎さんの2票目、分かんないです、僕1票目でした。バッシーさんに入れた人上がった方がいい。あ、待って、石橋さんは川崎、石橋さんが2票目だと思う。バッシーに入れた方がいい。絶対に入れた方がいい。ここは荒みであれば、進君に入れた人も洗った方がいいんじゃないかなと思っていて。その時はもう絶対関係ない。だってもう進君、人となる両方見せん、人間人間。あ、そうか、そうか、関係ない、関係ない、それは関係ない。ただまあ、でも1票たちの人たちを守るために3
3票目、4票目を入れた人がいるんじゃないですか。いやいや、もうその時良いよ。一応確率を上げる話ではあるんで、守りやすくはなりますよね。でそれから、まあ、進が言ってたのが、進が言ってることが正しくて噛まれたのであれば、終盤に、入れた人に人狼がいる。それとケルビンとイケブのことをすごく怪しんでたというのも、まあ、ただまあ、ね、あの必死さ、結構騎士あったって狼から見えたんじゃないかな。だから霊媒師を抜きに行くよりも優先して噛んだはあるんじゃないかなって僕は思ってる。でも霊媒師シーンが分かんないですね。分かんないですけど、ただあの必死、すごい必死だったじゃないですか。狼目線でそれが騎士に見えたんじゃないかなっていうのは正直ちょっと考えてケルビンがすごいね。あとは、荒井さんごめんなさい、何秒目にいたかを聞きたい。今日誰今日は、いや、基本的に僕はバッシーでいいと思う。だからバッシーの話をしてます。話はしますけど、今日はあの村目線釣られるのは僕なんで、いいんすか。あ、でもいや、僕はあんま投票するつもりないですけど。それで、まあ、ライン戦になると思うんで、まあ、僕に、黒出しをした方がいいですよ。いや、とはいえ、でもバッシー対抗を入れてくれ。あの、対抗、別にまやちゃんでもいいけど、まやちゃんは相当集まりづらいと思うのが、まやちゃんを、殴ってるように見えるみっちゃんは、村人だと思う。みっちゃんは、はい、みやびなんじゃない、うん、あの、バッシーの対抗で、うん、唯一ただあのミヤピーは初日の印象は、うん、あのかなり白いんで、だからこの二人はかなり、あ、でも石川さんごめんなさい、あの僕から見たら石川さん村人なんで、あの白い人あげるよりも黒い人あげて太鼓を作ってもらいたいです。いやー、ちょっと正直そうなっちゃうんだよな。でも残り30秒、村人とかも可能性はあるから、別に石川さんが辛いことによって明日結果がどうなるかはいいんですけど、まやちゃんが狼が巨人かわからないのでいいんですけど、僕から見たら村人の可能性が高いから今なんとかそういうのを上げてくださいって言ってました。いや、ミヤピーの方がいいと思います。っていうのは、その理屈で言うと、要はこの2人の対象だったじゃないですか、僕ら、うん、対象だったところから逃げたってことは、その対象の中にいる可能性があると思って占ってると思ってるので、であればなってない、ミヤピーを上げるのは確かに本物で、そうだね、俺だと思うよ。だって実際逃げてるし、あれさんってでも、そういえば投票すごい早かった。早かったよ、2、3秒目ぐらいで。だって俺死なないじゃん、昨日。うん、すごい自信ですね。いや、知らないでしょ、今日は。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。じゃあ先に、まあ、まあ今日は僕が釣られるでしょう。それでまあ、やっぱり初日の印象でここ2人はかなり白く見ちゃってるんで、僕はね、まえちゃん狼でいきなり初手にイトシンさん書こうかなとも思うんですけど、やっぱりイトシンさんは怪しいなと思っています。はい。で、岩尾ですね。で、ケルビンさんはマヤさんに叩かれているように見えたので、そこも白くなっちゃう。村人多いな。やっぱりここ、自然でミヤピーかなと思います。今日は岩尾に入れます。はい、行きます。実は僕、バッシーさんのこと、このリアクションからも全く狼だと思っていなくて、その時に、さっきの話してるちょっとおかしな違和感で、まやちゃんやっぱ怪しいなってところでプラスすると、それで最終的にバッシーさんと、ま、迷ったって言ってた岩尾さんがとっても狼に見えます、僕。なのでなんと変なプレイですけど、岩尾さんに入れましょうか。そして僕今日夜死ぬかもしれないと思ってます。ちょっとだけ白いんで、はい、いきますね。私はもちろんバッシーさんに入れます。で、ミヤピーさん完全に人間だと思っております。で、私が今日多分見るところって残り一論なんですけど、役職以外で五反治さんか岩尾さんかなって思います。はい、入れます。まあ僕目線、石破さんが黒の可能性も当然ありますが、僕から見たらやっぱり占ってない人の中で一番白くなっちゃいます。まやちゃんが黒を出しているから、だから石破さんの意見に今日は合わせます。投票します。ごめんなさい。結論、まやちゃんの今の投票時の発言聞いて岩尾に入れます。まやちゃんの占い先で岩尾が上がってるっていうのが信じられない。正直バッシーが今投票対象に挙げたのは岩尾だよね。まやちゃんの岩尾占いはないでしょ。真に見えないです。はい、投票します。残念ながら全く同じ意見ですね。まやちゃんがまるで真に見えない。なんかバッシーの代わりに死にそうではあるんですけど、俺もだからまだまやちゃんが巨人の可能性もあるから、別にバッシーが狼じゃないかどうかは分からないけど、まやちゃんは偽な気がするね。うん、僕を投票対象にするのはおかしい。まあ、本当は今日はね、アライゲームも釣ろうと思ってたんだけどね、ボスを巨人か死んで決めようって。でもまあいいです。まやちゃんを偽と思ってまやちゃんに言います、僕は。
じゃあ残り5票。はい、結論は伊藤先生に言えます。はい、今まやちゃんが俺もまやちゃんが今すげえ偽に見えちゃってます。で、初日バッシーをめっちゃ疑ったんですけど、もしバッシー、まやちゃん偽だった場合は、伊藤先生がほぼ確実に狼、逆だった場合はバッシーが狼っていう、今ちょっとそこの、ラインが結構見えてるので、まやちゃん偽物だと思って伊藤先生に投票します。投票はバッシーさんにします。本気言ってます。みんなちゃんと考えてほしいんだけど、バッシーさんは人間かもしれないけど、バッシーさんを釣らないで、じゃあ今日岩尾さんを釣って霊媒師に色見てもらって白白とかになって、じゃあその次どうするのって話になるんですよ。これとてもやばいですよ。白白になったりとかしてする可能性全然あるんで、とりあえずバッシーさん釣って霊媒師心境だったら、それこそ白白になったらマヤちゃん破綻するし、別に全然いいんじゃないですか。心境かもしれないんですよ霊媒師。僕は心境だと思ってますけどね。うん、だから霊媒師に言わせればいいと思う結果。うん、残り3票。投票はバッシーさんに入れます。まやちゃん信じてないんですけど、バッシーさんに入れます。まやちゃんのさっき投票時の岩尾さんと五谷さんどっちか占うっていうのは言っちゃいけないことだと思って、五谷さんとかって普通に噛まれることもあると思ってるので言わない方が良かったかなって思うんですけど、ケルミンさんの意見が確かにそうかなっていう気もするんで、ちょっとこの後の表を見たいです。バッシーさん釣られるのかどうか。残り2票。はい、ですね、本音を言うとボスに決定権を持たせるのは怖いと思ってます。ジノの可能性一応ありますからね。一応言っときますよ、ボスがジノの可能性もありますからね。まあジノなんか出ないだろうっていう荒井さんの理屈もわかりますが、まあせめて今4票ですよね。4票です。せめて結論まではいかせないような形で、まあ、僕も皆さんと意見は一緒です。なのでその今さんがものすごく人間っぽくなりましたよね今まで。一人入れます。まあじゃあ決定しませんよ。バッシー入れます。いや僕分かんないですよね。まやちゃんのは確かに芯っぽくないんですが、まあ結果を 見ないとやっぱり分かんないんで、間違ったちょっと発言しちゃったんだっていうこともゼロではないと思ってるし、まだ僕占いが心境の可能性もあると思ってます。それはどっちが真か分かんないけど、警部はやむを得ず出てきた狼という推理もしてます。バッシーでいろいろ見えるんじゃないですかね、決戦で。というわけで本日は4票ずつで田中さんと石橋さんの決戦投票になります。決戦投票の前に弁明がありますが、順番は決まってません。お好きな方から。僕から。あ、これ立つんだっけ。はい、何でも大丈夫です。バッシーが人間か狼かは全くわからないんですけど、まやちゃんは少なくともさすがに偽だと思います。今日のね、前半の新井さんのツッコミ、あの時間軸、新井さんと光さんのツッコミ、時間軸がおかしいっていうのまでは僕はまあ占い理由ってちょっと後付けで言うこともあるしなぐらい思ってたんですけど、今日の投票時の発言はさすがに真には思えないですね。まあ僕は人間なんでよくわかんないバッシーを釣ってください。以上です。はい、では続いて石橋さん。はい、残念ながら岩尾さんは人間だと思います。なんで、村目線は僕を釣った方がスッキリすると思います。で、霊媒が、僕はまやちゃんが、僕に黒出しをしたまやちゃんは狼だと思ってます。狂人は薄いんじゃないかなと思ってます。なので僕に黒出しをした霊媒師の方が偽物なので、明日以降それで、僕を釣ったとしたらそれで推理を進めればいいと思います。以上です。それでは決戦投票に参ります。対象者が2人なので、田中さんに入れたい人はチョキ、石橋さんに入れたい人はパー、田中さんがチョキで石橋さんがパー、パシパパパ、はい、はい、これでいきたいと思います。それではいきますね。決戦投票、いっせーのーせ、ではまずチョキの人手を挙げてください。1、2、3、4、そしてパーの人が1、2、3、4、5というわけで、本日はパーの石橋さんがゲームから追放されることになりました。はい、弁明で言った通りです。ちょっとね、僕を釣らない進行っていうのはおかしいんじゃないかなと思いました。はい、まあ
連盟で行った時です。頑張ってくださいから。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。さあ天国ルームへようこそ。まもなくバッシーさんがやってくるんじゃないかと思いますが、まあここでバッシーが釣られなかったらもう狼サイド完全ワンサイドゲームだったから、はい、いらっしゃいませお疲れ様です。お疲れ様です。これ俺釣られちょっと締めないときあ、そうです。あのバッシーを釣らない釣らない進行とかあるの進行が村がびしたんだけど傾きかけたのがちょっとびっくりした。俺も見ててこれ俺やっぱり頑張った方がいいの。あーいやー頑張っても無駄じゃないかなと思う。いやむしろあまあでも、はい、こんばんは。頑張るならまあなんだろう、票がもうちょっと早い段階からまやちゃんに票が傾いてくれたらもうちょっと頑張っていけたかもしれないけど、さすがに岩を釣るのは無理があると。あそこまで票が集まったのがむしろ個人的にはびっくりした。まやちゃんを釣るっていうのはまやちゃんの発言から全然芯が見えないから、だからあの一つ仕事も終えてるところを釣ろうって方向性に持っていくのは不可能ではないかもしれないけど、すぐ匂いすげえやって言うけどさ、あのポンコツ占い師が俺に入れてきたのがいけないんだよ。生き残るために必死になるでしょ。さすがに騎士だよね。そうですよ。ポンコツ占い師とポンコツケルビンがなんで毎回俺に入れてくんだよいつも本当に。ちょっと教えてほしいんですけど、騎士、はい、抜けたと思ってる場合、はい、僕って、はい、出た方がいいの。まあ出ても悪くはないと思いますね。かなり騎士じゃないですか。かなり騎士ですよね、うん、出ようかなと思ったんだけど、うん、いやまあ騎士仕様は全然ありだと思いますよ、うんうん、初日の天国ルームでも僕と加納さんが、はい、進むさん抜かれるよねっていう話をしてたくらいですから我々2人で、うん、あコメントも出た方がいい、ね、うん、そうか、まあ仕様すると結構もうそれで、うん、あの両サイ結構ラインが明確になってくるんで、少なくとも占い師の騎士で、うん、まあそこからどういう進行を持っていくかっていうところありますけど、まあ抜けてなくても出るっていうのはコメントでもあったように全然ありといえばありの戦略ですね、うんうん、まあそこはどっちでも、まあ、とりあえず今日は俺はなんか生存意欲出さないまま死んでった方がいいんじゃないかなと思って、うんうん、まあもともと前は新芽取れてないし、もう谷でも勘次噛んでくれ。まあね、谷がどこまで頑張ってくれるかって、でも谷が五段地を囲ってるんで、結構これは明確なライン戦がいけるんじゃないかなとは思いますね。なるほど。確かに。で逆にここで谷さんを噛むことによってマヤちゃんが釣れて、デボス、まあ要するにその谷荒いラインがっていう。確かにね、これはね強靭噛みをしても OK な珍しいケースです、ね、OK、パターンですよね、うん。確かにここで谷をガブッと噛んじゃって、もうあの。荒井があの荒井とボスが結果をあの逆転させればもうどう考えたってあの真は谷でしょうっていう話になるので、その進行はありっちゃありですね。まあ最も数日経ってくると今度はじゃあなんで谷が生きてるんだっていう、あ違う違う、なんであの白鷺のご誕生が生きてるんだって話にはまだなるかもわからないですけど、まあ確かにねスリアル村あんまり巨人ケース、あの巨人神って珍しいんですけど、確かにありっちゃありですな、うん、なんか好きな役職はって聞かれてるんですけど、僕は騎士が好きです。僕は狼か狂人が大好きです。一番嫌いなのは村人です。狼大嫌いです。マジで村人本当に嫌い。村人が一番落ち着きますけどね。無理、絶対嫌ですね。村人が一番好きかな。いや村人一番嫌い。騎士嫌いな人ってあんまいないですよね。騎士も嫌いです。騎士も嫌いですか。騎士と村人がぶっちぎりで嫌いです。霊媒じゃないの。霊媒じゃない、霊媒じゃないの。個人的なポリシーなんですけど、役職しようか役職で初日釣られるのはまだ村のためになるんですけど、グレーで釣られるのは本当あのなんだろう、グレーの村人で何の抵抗もできずに釣られるっていう行為、初日に釣られるのが本当に嫌いなだけです。それをやられるぐらいだったら人外で使用して初日に釣られたいって、それだけ本当にそれだけの理由、うん。石橋さん、狼やったことあるの？あのね、スリアロ村で初めてなんですよ。ああ、なるほど。うん、人外陣営を引いたのが初めて、そもそも。ああ、そっか。うん、その練習会とかは練習会はね、いつも狼引いて、うんね、よく狼引いてるイメージが、はい、すぐ釣られるんですけど、今日もやっぱりすぐ釣られたんですけど、まあ、今日は釣られ方としては悪くなかったかなって、まあ、見つかっちゃったのはね、ダメなんですけど。明確なライン戦にもなってますし、はい、まあ
かどうするかなっていうのが結構ポイントではありますね。ちょっとね、ただ僕が岩を結構人間置きして死んじゃったんで、狼残った狼血がちょっと苦しいかなって、あの役職が新郎新郎とか、うん、巨人潜伏だったらもう、さあそろそろ朝になりそうですね。いやこれ本当に髪先がちょっと楽しみです、ね、さあどこが噛むのか注目です。朝です。おはようございます。おはようございます。田中さんが人狼に襲撃されておりました。なんだこれは。ドローケンをさせ、天国ルームでドローケンをさせてください。さあそれでは難しい。残された村人たちは本日も話し合い、意味わかんない。さあそれでは話し合いの時間7分で始めてください。はい、おはようございます。役職者全員あの結界制でいいですか、ね、はい、まあ、できれば占い師はあの裏の人の名前を言ってもらえると、はい、言いながら出してもらえると、はい、お願いします、はい、いきます。一せーの、村人さん、宮崎さん、オオカミです。人間でした。どこ誰が黒、村人さん黒、僕は人狼、宮崎さん、オオカミ。まあ、これもだいぶはっきりしたね。はい、私目線はもう人狼が全部出ているので、あのもし占い師から行くなら私からでも構いませんが、一応皆さんのあ、いや一応ね、皆さんに伝えておきたい。昨日私が岩尾さんも占い対象に入るって言ったことをおかしいっていうふうに言われましたが、私はもうあの時点であのバッシーさんが岩尾さんを切っている可能性もあると考えたから、ご感じさんの時点で私は岩尾さんを占いたいと思っていましたっていうことを言っておきます。まあわかりました、うん、はい。で、タニは、はい、昨日、僕から見たら、まあ、石破さん、村の可能性が高い。で、お昼の投票の時の発言とかからも、岩尾さんもだいぶ白いなと思ってて、ムラムラ上がっちゃってるなと思ってて、うん、そこに、どちらにも入れなかった人間で、あり、初日、結局投票対象に上がっていながら、うん、1票しかなかった宮崎さんっていう部分を占って準備しました。これ面白いですね。今、前整理するとマヤちゃんとボスが繋がっていて、谷さんと荒井さんが繋がってるんですよ。で、ボスっていうのが谷さんの白なんですよ。なので、谷さん目線、ボスは絶対に強靭で、荒井さんが新強靭なんですよね。繋がってるように見えるけど、僕はマヤちゃんの合格もまだ考えてます。あ、なるほどね。一応ね。あ、そうなんですか。一応もう僕の中ではもうボス強靭が確定なんで、僕目線もクリアで、ボスが強靭のマヤちゃん、狼の谷が死ですね。僕ね、僕目線はね、マッシーに結局投票してるんですよ、最後。うん、残り5分投票入れてる。で、俺の言ってる通りが、本当言ってることはその通りだし、で、まあ、岩井さんがどんどん白くなってったと思ってたなってた。いや、最初僕入れようと思ったけど、それも含めて、まあ、天秤で測ろうと思って、やっぱ一応喋ってもらう選択肢が欲しかった。で、ボスが決定打を岩尾さんに指したら、ボスを怪しめばいいと思ったんです。一応票上がっていいですか。まあ、昨日切ってそうねんけど、まず普通の時に普通の時にバッシーに入れた人、あ、そう、はい、普通の票でバッシーに入れた人、ケルビンさん、この3人ですか。仲間っすね。で、岩尾ちゃんも入れたってことですかね。岩尾さん、前ちゃんのこと聞け。岩尾さん入れてない。岩尾さんは前ちゃん、あれ5票あったと思うんだけど、いや、違います。決戦であった4票、ボスが入れてきて4か。そう、岩尾さんは、結局その普通の時にはあのバッシーさんに入れてないんですよ。一応だから、僕目線この2人はかなりもない。で、あと一応決戦もいいですかね。決戦も、はい、まあ、ただ、昨日、岩尾さんが人間で、バシーさんも人間だった場合、ゴタが狼でも全然おかしくなくてっていうのは、どっちも人間だって話でしょってことになるんだよね、うん、要は、ボタン目線はマヤちゃん、マヤちゃんが偽物になるんだよ。それね、そうですね。あ、まあいいや、ごめん、いいよ、最後までいいよ。ああ、そうだから、僕はケルビンがなんかやたら推理が間違ってる感じに聞こえちゃうのがとても気になる。そうですね、僕ね、多分ミヤピーとケルビンじゃないかなと思う、人狼。一応釣り対象、僕ね、伊藤先生を疑ってるんですけど、実はマジ。あと僕、マヤちゃんが怪しいと思ってたから、マヤちゃんに言うかなと思ったら、ちょっといいですか、ゴタ。いい、それだと、ゴタからしたら絶対黒だよね。絶対人狼だよね。そういう感じにしてもいいんですか。昨日入れたんですよ、うん、俺もう、あ、追いつくかどうかわかんないけど、だから、それは僕は占った理由の中で完全に票捨てですからね、宮崎さんがやってる行為っていうのは。
だから結局自分の意思を入れない票を伊藤先生に入れた。逆に俺は自分の意思で入れたと思ってる。あのケルビンが初日に聞いて、ケルビンが初日に投票遅かった人の中に人狼が残り3分言ってたじゃん。で俺それは分かってて伊藤先生が遅かったのね、そうボスの前だったら、で伊藤先生が歌ってて、でどっちなんだってつながりを考えてた時に、俺は岩尾ちゃんより伊藤先生の方がまやちゃんが偽だったらあると思って意思表明でちゃんと入れた。説明はできなかったけど、だからそれで伊藤先生が釣られる可能性があったと思いますか？だからブラしたようにしか見えないですよ。 あとまあこれ数的な話ですけど、あの今日ゴタ釣るとパワープレイになります。明日僕釣りはどんなんない俺は釣る気全くないです。全くないですよ。役職です。ゴタ釣ったらパワープレイになっちゃうから。いやいや、それは俺はダメです。ミヤちゃんかゴタ、そうなのじゃない、今日はミヤピンにしてください。ごめん、ミヤちゃんとゴタって初日に投票されてたと思うんだけど、誰から投票された？僕は誰だ、あ、初日ね、初日私、そう、ゴタチョさん、ちょっといい、あ、そう、ミツルさん、ケルビンが無駄に時間を使っているようにしか感じないな、今の言い方が。なんかまあでもまだ今日は大回りしようとしてる。今日はケルビンじゃない。初日大事ですね。いや、初日、僕、初日のことを思い出すんであれば、はい、最初にあの、このすすむさんが言ってたこの、あの質問の時に雰囲気を消してた人を僕、流しで言ったんです。ケルビンとミヤさんを、ミヤピーを指したんです、僕は。だから2人は、みつりさん、誤解しないでほしいんだけど、別に今日、別に僕、ミヤちゃんすることは別に反対じゃなくて、そのための、票が正しいかどうかを洗いたいだけなの。わかります。推理の結果を、推理をしたいだけなので。まあ、でも、まやちゃん死んだと、ムラムラの戦いになっちゃうんですよ。そうなんですよ。で、仮に、カニ君が死んでも、まあ、その場合は、まあ、オオカミの可能性もあるけど、ね、むしろ、あれじゃないですか、谷さん目線だと、みつるさんも怪しいんじゃないですか。まあ、一応なんで今日は、ここは目線一緒だけど、うん、俺らの目線はもう、キュルビンがダントツに怪しいよ。まあ、てか、俺も怪しいと思ってる。ダントツで怪しい。まあ、残り1分、俺ほぼ死ぬんで、みっちゃんに、まあ、伊藤先生も昨日申し訳なかったです、言っておきたい。特にみっちゃん、ケルはマジで村人なんで、ロック外さないと絶対に負けます。負けちゃいます。よく考えてください。俺が、ちなみに俺、どうしてんの？でも僕3人しか怪しい人が今分かってなくて、仮に人狼の数があるの？いや、まやちゃんは死んだ。まやちゃん死んだと、もう全部死んでる。だから、そこ占って。まやちゃん死んだとね、俺と谷君が死んだと分かって。ってボス、ちょっと待って、谷さん目線ってさ、今分かんないけど、残り30秒。伊藤先生の見つける3秒。え、俺？そうなんですよ。今の、みんな気づいて。今のは違う、その3人の中に1人いるって話で。びっくりした。で、谷目線は誰が一番怪しいのかとかってちゃんと言わないと。俺が本当に。僕目線はケルビンが一番で、伊藤先生。なるほどね。まやちゃんは、まやちゃんはもう全員隠しの方で。もう全部、もうみんな他の人は全員。あ、一応まやちゃん言うけど、ちゃんと。ケイ君が谷君に占ってる。あ、一応目線がしっかりしたんですね。はい、生きてたら、はい、そして、まあ、岩尾が昨日、投票の時にまやちゃん超偽って言って噛まれてるからね。これ話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。はい、私からいきます。多分私が票を持つことに皆さん賛同しないと思うので、私が本物の占い師です。で、みっちゃんにとっても言いたいことがあって、初日にボタンさんとミヤピーさんと、から投票になったのにもかかわらず他に票が集まりましたよね。それってやっぱり仲間の狼がそちら側にずらしたってことなんですよ。守られていたってことなんですよ。で、ラストウルフ、私はちゃんと見つけました。ボタンさんです。私はこれだけ怪しまれているので、死なないかもしれないですが、どっちが狼かだけは確認します。はい、投票します。投票は宮崎さんにやります。まえちゃんに言っていることは僕の2番線でしかないと。僕は2日目にコタを占った理由がまるっきりそれで、僕はそれを続けて普通は2人を占ってるんです。それをさも私の意見ですみたいに今主張されても止まりますよ。まあ、僕は一番、まあ、3人占いまだ候補が残ってますが、やっぱりケルビンが筆頭で怪しいので多分ケルビンを占うと思います。じゃあ、投票します。今回早めに投票します。まやちゃんの占い先が例えばケルビンさんとか、あれさんないか、ケルビンさんとかみつるさんとかだったら なんとなく納得いくんですけど、対抗の占い先を占ったっていうことでちょっとやっぱりおかしいのかなって思います。谷さんの方はやっぱり7、3ぐらいで信じてます。いやまずですね、これ多分ね、僕まやちゃん死んだと今思ってるんですよ。なぜかっていうと、まあ、僕目線になるんですけど、バッシーが狼だったんで、ケルビンだいぶもう岩尾ちゃんが辛いそうな時にそれはないでしょっていう勢いで、
バッシー投票しに来てやっとギリギリ間に合ったんで、ケルビンは村だと僕は思ってます。だからなんか三つ野さんにしても今の伊藤先生もケルビンを愛しむと僕もだいぶ不利になっちゃうんでまずいです。だから今日僕目線は五田地軍でも破綻したの PP ならないからいいけど、まあ、それはもうミヤピヤ飲みますよ多分村だと思うけど。じゃあはい入れます。ボタンに入れます。もうマジでみっちゃんと伊藤先生、まあ、ボスもかに言います。まやちゃんが死んで谷が狼、ケーブン狂人、ボスが真です。で、ゴタが、狼です。で、これをちゃんと、追わないと村負けるんで、確かに俺すごい、怪しいです。昨日も、昨日は谷を信じたんですよ、俺。谷を信じて逆行っちゃったんですよ。だから、そういう、ああいう推理になった村人、間違った村人。その前の日は、バッシーに一人だけ入れている、会ってた人。って言って、ちょっとブレてるんですけど、完全に村人です。本当に信じてください。信じて推理をしてください。今日俺釣られるのはしょうがないと思ってます。お願いします。はい、じゃあ投票します。今のお話を聞いてミヤピーさんに投票します。ごめんなさい。昨日はもしも人狼であれば怪しまれている人が両方白っていう状況なので間違える演技もできたんじゃないかなと僕は思ってしまいました。今の話を聞いて初めて思ってしまいました。そして最初の時に雰囲気を消した人の中にやっぱりちょっと怪しい人がいるのかなと思っちゃうとどうしてもちょっとここが合っちゃいます。間違ってたら本当にすみません。ミヤピーさんに言います。残り3票大丈夫。投票はミヤちゃんにします。ミツルさんに1点言っておきたいのが、ミツルさんってマヤちゃんのことをとても信じてないのはとてもよくわかりました。 でそのマヤちゃんの、味方をしてバッシーさんを昨日処刑しに行った僕のことを怪しんでると思うんですけれども、マヤちゃんが偽物だった場合バッシーさんも岩尾さんも人間ということになります。僕が狼だとしてあそこまでして、バッシーさんの色を霊媒師2人に言わせることっていうのは僕狼だったら絶対やる意味がないですね。村のためにしかなってないです。僕昨日狼だったら岩尾さんに投票しちゃえばバッシーさんの色は分からず結局今日どうしたらいいか分かんない状況になってますよ今。それが霊媒師に結果を言わせてこういうことになってるんで、それは村のためにやったと考えてくれませんか。うん、投票する。僕実はずっと豊はもちろんミヤピーですなんだけど、投票の時間中考えててケルビンが昨日バッシーにあんだけ誘導した意味を考えてたのね。人間2人の中でバッシーの誘導した意味、狼だったらそうだよね、岩を釣った方がいいんだよね。だからそう考えるとケルビンじゃなかったのかなって今思ってる。なんで伊藤先生かミツルさんだけどこれは難しい、ちょっとわからないがどちらかといえば伊藤先生よりかな。はい、すごいよね、価格が打たれて一番最後に投票を握るという。そうなんですよ。いやだから僕は伊藤先生の方が人狼っぽいかなと思ってはいるんですけど、僕目線は、まあ、ミヤピー目線とかボス目線は結構、まあ、シンプルな形になって、まあ、ボスは強豪枠を打ってましたけどね。僕目線はちょっと難しいんですよ。また人狼がどこに行くか分かんないんで、まあ、ミヤピー釣ってマヤちゃん釣って、まあ、その後どうするかっていうのを考えればいいかなって思います。うん、僕進むさんで場所を試されるなって思ってたからちょっとびっくりしましたね。さあというわけで本日ゲームから追放されるのは宮崎さんでした。カメラに向かって言うようにができます。はい、今日みっちゃんも伊藤先生も初めましてなんですよなんですけど本当ねこんな形で全てを託すのは心苦しい本当申し訳ないお願いします。頑張ってください。天国ルームで村の育成を見守ってください。それでは残されたプレイヤーには恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。待ってもらって、はいどうもー、はい、どうもー、すいません、ちょっとミヤピーが来る前に唐突にちょっと一つクイズを出します。そうそう、はい、今思いついたクイズがあって、はい、さてこの5人の共通項目は何でしょう。何でしょう。皆さん当ててみてください。共通点があるんですよ。そうなんですよ、実はちょっとコメントでさっき、うん、分かっちょっとコメントでちょっ と、ね、びっくりした共通点、興味ない人も一応何のコメントも来ないってことはみんな興味がない興味ないのか、興味噛むとこないよね。はい、はい、ミヤピー、はい、男。おお、正解かい。まあそうだ。正解、正解。お、なんだ。全員同い年。そう。全員同い年。あと誠さんもない。あと全員怪しいって書いてある。全員じゃもう全員だ。びっくりした。どうした？どうした？今日8時から仕事なんですよ。あ、そうだ。マージャンの。あ、ミヤピ、ミヤピ。ミヤピ、ミヤピ、ミヤピ。うん。
そう、同い年です。いや、何のびっくりしたって川崎さんにびっくりしたんだよ。同い年なの？まあまあ上だと思ってた。全員同い年。バッシーだけダントツに若いけど。まあそうや、バカバカ、僕もや。てかね、むしろ37になったばっかだから。てかね、ここ結構、てかね、もう13人もできるよね、これ。あと村中さんと児玉さん、確かサンデーさんが加わる。そうだ、じゃあ、決められたってようよ。まあ、ちょっと試合の話に戻すと、まあ、今日の宮崎ドリアすごく当然の進行といえば進行なので、ね、まあ明日いよいよ信頼勝利で明日最終日かな、うん、実質最終日ですね。じゃあ、ワイヤちゃんかケイブンさんかってところ。さ、あのお題あったじゃん、うん、俺全く考える気なかったの、うん、なんか麻雀王になったら人狼できなくなると思って考えろやちょっと、ね、ちゃんと考えてるやつが怪しいと思って。俺ちゃんと考えたよ。考えしかもめっちゃ考えて3パターン考えてそれめっちゃ言ってるわと思って初日にクソ怪しいんだで入れたんだけど、 よしできたと思ってもう安心してた。いやさ、俺らさ麻雀王になったらもう人狼王に戻るの時間かかるじゃん。僕からやつとお前らもうちょっと頑張るよ村人って思いながら見て、ね、谷さんのさ麻雀王指摘悪意感じない？なんか悪意感じない？殺意しか感じなかった。多分ズバリ最高にまあ無理だろうなと。でしかも3つあの3つ上げた後の様子あれはちょっと難しいですよ。いやでもいや111133456まではいけるんですよ。そうここから先が難しい。麻雀の話をしてたの？そう、あ出なくてよかった。作戦が、まあ、できないのがバレる。廃止クイズ答えられなかった人3人が投票対象、うん、全く考える気がなかった。出された時いなくてよかった。いやちょっと原さんがいないこと考えて、まあ、麻雀プロ多い時に出そうと思ったんですよ。ボタンジマヤ、ね、面白い。誰だっけ？ミヤピー。ミヤピーか。ミヤピーは考えるわけよ。エリーが。だから今俺、今説明したじゃん。今考えてなかった。考えてなくて、ちゃんと考え、一生懸命考えたやつクソ怪しいなと思ったら、ここにいたのよ。ちゃんとさっと答えた人が。エリーがクラス考えなくても出ますよね。しかもじゃねえよ。おい、おんだよ。あ、ごめん、今。完全に素手だ。完全素だった、ごめん。同じリーグだろ。そういえばそうだ。そういえばそうだ。なんかさ、今日、うん、コメントでも言ってるけど夜長くね。なんでみんなトイレ近いの？いや、そんなことない。まあ長いかな。そう、じゃあいいけど。長い。喋ってるってことない。初日はね、ちょっとね、あれがあれしてちょっと長かったんですよ。あ、そうだね。そうそう、魚が、なんだなんだ、魚がまた魚が224566666。あ、そうだね。あとなんか有名な風で111234555とかがあります。呪文かよ。これさ、違う、そうなんだよ。これ見てる人マジわかんない。まだわかんないから。いや、ちゃんちゃん、いやこれね、麻雀プロの人狼だからね。たまにはたまにはいいじゃんと思うわけって思ったけど、あれはちょっとさ、あれはね、ちょっとずりーよ。わかる。自分が生き残ること以外に興味はないよ。あれ、噛まれたのお前ずりーよっていう紙だよ、きっと。いや、まあてかどう見ても騎士だもん。騎士なの？結構あなた騎士だけど、あの生存欲、松田前とか役立たずの占い師が俺に入れてくるのが悪い。村からすればさ、同じ人だ1、2、3、4、5、6、7でしょ。小玉さんでしょ、サンデーさんでしょ、村中さんでしょ。いける？あと誰いけるかな。あと3人。あと3人。あれ、小玉さんも。マドック同じ人なの？マドック一緒なんだっけ？一緒なの？マドック、タロック、タロック。そんな気がする。へぇー。へぇー。あ、魚が来た。確かにマドックなんかそんぐらいだった気がするから。ってか本当マージャンプロだけで一回できますからね。あ、うん、あ、はい、花さん。マドック1個上か。近いね。あ、そうなんだ。そうなんだ。夜まだやってんの。やっぱ児玉さんも同じ人だと知らなかったな。結構見じゃね。いや全然わかんない。ちっちゃく見えんだよ。両脇ができんだよ。マヤちゃんの大丈夫。顔はでかいよ。顔はでかい。顔はでかい。大丈夫。え、さっきのクイズで顔がでかいって書いてた。実質最終日。多分最終日。おはようございます。おはようございます。ケルビンさんがマジで、なんでやばい、俺全部間違ってるのかも。天国ルームで奈良の行く末を見守ってください。やばい。それでは残された村人たちが話し合いとなります。はい、話し合いの時間6分で始めてください。ありがとうございます。あ、じゃあ一応結果出します。はい、3、2、1。人狼でした。谷さんが人間でした。はい、僕は三瀬さんが人間引き連れました。で、私はケイブンさんがラストウルフですね。いやいや、ボタンに行くのよ。ん？あ、いや、もうここは見てるので。だからね、今日ね、一つだけやることは、うん、あの、狼よ、狼と同じやつ。はい、白、白、白、三瀬さんが多く。三瀬さんが多く。俺、多く。だから、だから、伊藤先生、伊藤先生、あ、すいません、伊藤先生、真ん中で。伊藤先生も、伊藤先生も奪い合いです。やめてくれよ。谷さん、信じてたのに。
に最終日です、これ最終日です。ここで明日からはもう巻きです、さっき言って。いや、むしろみつるさんが一番白いから最後は占わなかったですかね、僕。え、みつるさん分かったでしょ。やっぱりみっちゃんが噛まれない理由分かったでしょ、みっちゃんの。こういう理由なんだ。そう、今ね、今の伊藤先生、今、あのね、どっちよりかだけ言っても自分が、あの、どういうのはもう、谷さんよりです。いい、嘘でしょ。オッケー、理由を言います。あの、初日なんですけど、まやちゃんと、ゴタさんと、宮崎さんが3人出たじゃないですか、うん、その時に、うん、まやちゃん占い出たじゃないですか、うん、あの時に狂人か占いか狼じゃないですか、うん、その時に待たされたゴタさんと宮崎さんってどんなこと考えてたかなと思った時に、うん、まやちゃんが狼だったら仲間と戦うことになるじゃないですか、うん、絶対宮崎さんとゴタさんは狼なんだから、どっちかが、うん、で、うん、本物だったら戦う気になると思うんですけど、本物か狂人だったら、うん、ただ狼だったからこそ2人は2人も出なかったんじゃないかなという。違うんですよ、違うんですよ。伊藤先生、じゃあ言いたい、もし私が狼なのであれば、まあ、多分伊藤先生目線だとミヤピーさんが狼になりますよね、谷さんが本物だと。そうなると私は普通にミヤピーさんが人間ですって言って下ろせばよくないですか。私はそもそも伊藤先生に人間ですって。それも、まあ、うちでやらないという理論も今のは分かりますけど、まあ、死んで今回は潜伏した方を選んだんですよ。そうです、あ、まあ、僕ら目線はね。それと、それとは僕、あのケルビンがね、ケルビンみんなに愛されてましたよね、昨日、うん、で、それを一生懸命噛まれた人間のケルビンを僕はあの一生懸命擁護するわけですよ、うん、絶対、あのその時は水田さんもこ向こう陣営に見えてたから、はい、あの、水田さん、伊藤先生、ケルビンは人間ですよって言って、結果ケルビンのあの後の弁明も含めて噛んだから今人間と証明されましたけど、うん、いや、いいですか、じゃあもうね、あの、あ、まあ、ちょっとこっちにも時間多くて、こっちにも時間多くて、こっちしかない。ケルビンが噛まれたのはおそらく昨日の弁明で、僕目線もボス目線も人間になったからだと思います。僕はすごく昨日のケルの、ケルが人狼だったら確かに人間人間だったんで、バッシーよりも岩尾ちゃんを釣りに行った方がいいんですよ、人狼だったら。だからもうすごくそれでも絶対ここは人狼にできないと思って人狼がケルビンを噛んだんだと思います。絶対違います。残り3個やろ。人間みんな人間なんで、僕から言いますね。僕ずっと向こうにいて、今結果を聞いて今日ホタちゃんに票を入れるしかなくなっている、この僕が今まで演技をしてたと思いです。あ、そうだよね。あまりにもこっちにつきすぎちゃうと良くないから、いや、一人一人は、いやいや、あの、僕つらせようとずっと票も入れてました。永遠に票も入ってました。永遠に票も入ってました。完全に、1個だけ、いや、完全に誤解を間違えないで、あ、間違えない。ケーブの目線が、あの、自分が狼だから人間っぽい人を噛まなければと思うけど、こちら側陣営からすると、狼は昨日の時点で全部分かってるんで、うん、人間らしいとかなんとかいうことを考える必要がないんですよ。いいですか、うん、僕は今日、一日で占った理由も含めて聞いてください。はい、今日、昨日の中でやっぱり、ケルビンさんを疑ってました、昼抜けるので。でも、投票してると、あと、アラナとか、ゴタとか僕の城の言ってる人たちの言ってる意見を聞いて、ケルの人間、僕もちょっと頭にあったんですよ、人間っぽいかもなと。でも、みんながまだ疑ってるって言ったら、あんまり発言したくなかったです、それでし。その信用さを落とされてるのも困るんで、だけどみんながそう言ってくるんだ、やっぱりそうだよねって思いました。そうなった時にやっぱり伊藤先生が次に怪しいから伊藤先生を占って人間だったです。でも僕が仮に偽物だったらケルビン、そう、たまにそう占ってそう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 なんですよ。俺適当なっていいの、全部できるのにしなかったんですよ。ケルビン襲撃の理由が結局僕目線は昨日からまだ推理してるから、ケルビンが自分の可能性多いじゃないですか、言うても。でそれがなんでケルビン襲撃なんやねっていう理屈が、まあこの相手が人狼があったっていう理屈。はい、じゃあ次いいですか。谷さんが今言っていたのは結局狂人だからなんですよね。わかります。谷さんは狂人なんだ。谷さんは狂人なんですよ、人間なんですよ。まあ、前ちゃんも言ってもそうだよね。そうそう、で、そうだからご主人様に迷惑がかからないようにいろいろと気を使って動いてらっしゃるわけですよ。迷惑がかからないようにやったら僕は狂人だ。はい、ちょっと私の話最後に決めてください。私が狼だった場合は普通にミツルさんとかを噛んどけばいいじゃないですか。でも、残り1分、超バカでしたもん。だから、じゃあ最初に2日、最初に立ったのが僕とミヤピーとマヤちゃんなんですね。そうなんですよ。で、まあ結果、投票が外に行ったじゃないですか。僕、隣に入れてるんですよ。で、外に行った理由で、僕外に行かなかった理由があって、まあ川崎さんとか、まあ正直進さんも死ぬ可能性あるなと思ったんですけど、そのうちどちらかが人間だった場合は、そっちに集まると思ったからなんですよ。
だったら普通に立ってる中で入れた方が勝率は高いと思ったんですね。ただ結果ミヤピーが外に行って、残り30秒行った結果人間が両方とも死んだんですよ。ミヤピー黒だったわけですもんね。ミヤピーはやっぱり黒じゃないんですよ。からするとしかも神さんはそこを言わなくて、まあ、結果僕見ちゃったんですけど、僕2票もらってるから本当は1票の方のミヤピーの方が怪しいのになって思ってたんですけど、まあ、その三谷さん死んだしっていうような結果。三谷さん頑張ってください。先生、何も喋っていない僕がただただ結果でオタちゃんに出ます。疑ってもなかったけど、それは僕も一緒だ。それは僕もそういうので動かされたマジかって。それはギャグにしても、あの さっき言ったことですよね。ケルビンが噛まれるのはどちらかというとケルビンは僕ら側の推理でしたよ。そう、人間っぽいよ。僕らが、ね、やってたらミツルさんが、うん、ミツルさんも散々昨日まで強い人間ばっかりしてるんですから。僕はもう騙されるよ。話し合いはそれまでです。それでは投票の時間になります。あ、ちょっと先にもう言っちゃっていいですか。もうあのオオカミはケルビンさんとボタンジさんで終了です。で、今日はボタンジさんでいきますね。私がオオカミだったらケルビンさん噛まないです。絶対に私の味方をされあのしてくれていたのに。はい、行きます。僕は本当に間違ってたので、ただただ生かされてたあのバカな市民です。そしてオタちゃんに入れます。疑ってませんでしたけど今入れます。はい、失礼します。次はミツルさんに入れます。マユちゃんが僕は狂人と出しましたが、僕は狂人だったら多分おひい様のためを考えるんであれば、僕はつけるし噛まれたところに白を出した方がミツルさんまだ味方にできるんです。それをしなかったんです。僕は普通にミツル先生で怪しいから占って白が出たから、それが真相です。真実です。三谷さんに、はい、投票します。まやちゃんが今言ったのはもうまさにそれを言いたいから噛んだっていうだけなんで、あんまり気にしないでほしいのと、あとまやちゃんのやはり占い先、あと占う時にあの次の日に取り繕ってたけれども、占い先対抗にあよ、の一つに、陽ちゃんを挙げてたことで、次の日も自分目線の人狼に入れていたボタンジに対して人狼と出していること、すべて真の占い師ではありえない行動だと思いませんか。伊藤先生、思いませんか。思いませんか。先生お願いしますよ。娘に対する態度じゃないですか。めっちゃ分かってしまえ。先生、先生お願いします。先生お願いします。水さんです。伊藤先生、もう僕もうぴったりは紙でね、今三つ郎さんを買いますって言うからおかしいんですよ。例えば向こう陣営からすると三つ郎さんが狼ですと、あのこの3人が人外陣営、向こう陣営からすると、そうすると真ん中に残ってるのは昨日の展開から言うとケルビンか伊藤先生です。ここにいるのはで、僕らは伊藤先生と三つ郎さんみんな向こう向いてたの分かってましたよ。昨日の時点で負けそうだなと思ったけど、ケルビンだけは、まあ、こっちというか推理はちゃんとしてくれてたんで、僕が本当にオオカミだったら伊藤先生を買いますよ。だから伊藤先生は間違って残されてる村人だということをよーく理解してくださいね。この具体的にはそれまで逆取ってるとか言うのこれ無視してね。この後俺が言ったら返したらそのことはできない。違うことかもしれない。みつるさんを真ん中に残した方がいいです。だってみつるさんは昨日僕と一緒にまやちゃんの死を切ってるんですからっていう発言をしていて、なぜ結局ケルビンが襲撃されたかというと、みつるさんを襲撃できないからです。みつるさんが一番まやちゃんの死を切ってましたからね。議論では結果はこの結果だから襲撃はケルビンには及んでます。まあ、僕ねケルビンが残っててもこっちについてたと思ってるんだけどね。まやちゃんの死に結構ケルビンさんはまやちゃんの死をあんまり見てなかったと思うから、正直どっちも一緒だろうって思ってたけど、これどの結果を見てからね、ケルビンの襲撃が一番驚きましたけど、ミツルさんにあまり投票しましたくはありませんから、やむなし。それでは最後の1票です。いってらっしゃい。ちょっと1時間ぐらい調校してる。競技じゃないんで。NHK 一旦休憩入れて。ノリノリタイムとかないんで。休憩しますか一回。じゃあ行きます。やっぱりね、もうどっちも本当っぽいですけど、占い師も霊媒師もやっぱ占い師の占い先とか挙動、やっぱりまやちゃんのなあの2日目のなんかご誕生さんと岩尾さんどっちか占いますみたいなことって言う必要あったのかなと思って、で実際ご誕生さん黒でしょ。もううーん
まーちゃん、オオカミだ。シャー、水野さん、優先でございます。それでは、本日追放されるのはみつるさんでした。カメラに向かって言うのが最後に恥ずかしい思いをさせられて恥をかかされて負けるのはこのゲームが僕のせいで負けたからです。先生、本当に何も悪くない。そして僕は今喜んでいません。喜んでるのは向こう側だけです。きっと楽しいことが起こるでしょう。皆さん、大変失礼いたしました。天国ルームで村の行く末を見守ってください。それでは残された村人には恐ろしい夜がやってきます。天国ルームとバトンタッチです。負けた、負けちゃった。お疲れ様です。あ、斉藤、いや、この後の仕事お疲れ様です。あ、ちょっと声がね。あれ、こっちすごい。いや、恥かいたわ。いやいや、まあ、いやいやいや、いや、お前ちゃんのあの喋り方がマジで嘘つきに見えちゃった。エコー、めっちゃエコーしてたね。あ、もうこれ本当乗ってるんだよ。あ、乗ってる。あ、今、はい、あ、恥ずかしい。本音言っちゃった、本音。いや、なんか、マジで、言葉で僕大体推理するタイプなんですけど、はいはい、やっぱ言い間違いが残っちゃうんですね、自分の中に。あれ、まやちゃん、なんであんな人狼しか知り得ないことを言っちゃうんのっていう思って喋ったら、たまたま喋ってる今の知った内容で喋ったんですね。それがもう俺全く入ってこなくなっちゃって、いやー、僕のせいで負けましたね。本当にレベルが高いね。いや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 、別に三浦さんのせいじゃないですよ。騎士のせいです。騎士はい、もう完全に騎士のせいです。俺かい、なんで俺のせいなんだよ。いや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 、でも楽しかった。でもみんなそれであれですね、みんなちゃんと推理もしてるし、うん、面白く喧嘩プロレスするけど強い言葉を使わないから、とてもなんか楽しいというか、はい、見てる人も嫌な気持ちにならない、いい放送ですね。しかも確かに特に今残ってる人とかって割とスリアロの中でも柔らかい勢だね。そうだね、うん、なんか柔らかかったですよ、全然。だからすごい、まあでもこれで100パン負けですもんね。まあそうですね。ごめんね。いや、まあ僕噛まれたからあれだけど、生きてたら間違ってたかもしれないな。わかんない、わかんない。俺も噛まれた方が楽だったぐらい難しかった。このゲームは結構占い師のもうなんだろう、新芽が完全に谷に傾いてる時間がずっと長くて、いや、普通に本物に見えちゃった。天国ルームでも結構話題になったのが、谷噛んじゃうっていう手があるなっていうのが多かったとして、面白いね。出してるんで、面白い面白い。結構早い段階、昨日とか今日とかも谷噛んでしまうっていう手はあるんじゃないか。あ、面白い、それも面白い。それはまあ結局出ずに信頼勝負で狼側が勝ち切ったって感じですね。やっぱり。いや明日地獄の PP が待ってまーすという。まあサクッとやるんだよ。そうだね、公開会だし。でも僕ね、結構本当村人はね、すごい割と好き勝手推理できるから好きで、そのなんだろう、何も情報ないけどそこから当てていくみたいな。結構役職を当てるのは割と得意な方なので、そこからそう役職が先に噛まれちゃうと結構推理がズタボロになっちゃうんだけど、役職が生きてれば結構情報って残るじゃないですか。なので結構そこから芯が見極めて狼探すっていうのは割とね、これ見てた人は面白かったろうね。僕の間違った推理とか。いや、俺も。いやありがとう。誰かもかね、誰を恥ずかしめから外してあげるか。誰を優しさで。どっちかバレると思う。いやー、どうなんだろう。まやちゃん残しそうだね。まやちゃん残すか。確かに。まやちゃん残るな。いや、本当疑っちゃった。うん、あれで一回ロックしちゃったし、こうダメだな。ロックしちゃダメだな。初日はね、初日は情報ないからね。辛いそうっていうのが異常事態でしたからね。あんなこと言うのが全く意味が分かんなくて、それぐらい実際にあの日が岩尾とバッシーの決戦だったから、まだバッシーが釣られたけど、マヤ、うん、ちゃんとバッシーだったら多分マヤちゃん釣られてたんじゃないかな。釣られそう。それぐらい信頼度が。じゃあ出演者の皆様もそのまま、僕もこのままこれはお仕事です。が始まります。おはようございます。伊藤さんが人狼に襲撃されていました。あとは任せろ俺らに。あとは任せてください。もう安心して天国へ旅立ってください。天国へ旅立ってください。どうぞ天国へ旅立ってください。伊藤先生。それでは残された村人には話し合いの時間が
訪れます。オオカミ CEO。 5分で集めてください。オオカミ CEO。 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 マヤちゃんと俺がオオカミ。 オオカミ。 ボスがオオカミです。 そう、え？ あ、違う違う。 あ、オオカミ。 ボスがオオカミ。 違うんです。 オオカミ。 オオカミ。 オオカミです。 いやー、タイさんのおかげで勝ったわ。 タイさん、先生。 二郎です。 二郎です。ありがとう。ありがとう。ありがとう。本当にありがとう。いや、役職者が全員残るってあるんですね。いや、それをやりたかったの。珍しい。やらない人、やればいい人を生かして、俺がありがとう。気持ちいい。気持ちいい。あー、よっしゃー。よっしゃー。よっしゃー。じゃあ、いつか。いいぞ。以上、気持ちいいらしい。負けます。やだ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 。準備してください。準備してください。してください。いいんだよ。やだ。ねえマッシー。イエス。すいませんでした。いやマッシー無理だと思ったけどな。ちょっと無理だと思った。いや下で切ってましたので。いやいや、でも見事にゲストのお二人が主人公主役になりました。それはいい。恥ずかしめか。すごく残したくない。恥ずかしめなのか。でもね、でも大垣側のプレーが絶賛でしたよ。誰が残っても間違えそうなんですよ。上手上手。さあさあ、というわけで、1戦目見事人狼チームの勝利でした。おめでとうございます。すごい。まあじゃあ残ってた方々も大体打ち明けが分かってそうでしたね。じゃあまず人狼の方手を挙げてください。はーい。あほー。新井さん、石橋さん、ご丹治さんでした。さあ、そしてじゃあ狂人が、はい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 、そんな印象終わったことになります。新占い師のつもりだった。なるほどね。気持ちがとなると、まあ新占い師がね、はい、3日目で狼全部見つけたのを負けました。本当、すいません、ご覧の皆さん、わー、説明がなかった。あー、ごめんなさい、言葉足らずでしたね、いろいろ。そして、そして霊媒師が真面目に出たのに。でもよかった、もう占いって言ったのかな、俺が。言ってるやん、これ。あかんかん、あんまりあんまり。言った、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 普通に出やがった。占いですとか言うのかな。さあさあ、というわけで、じゃあ、まだ、岸さんがね、岸さんが残ってたプレイヤーの方は多分分かんないかと思いますが。うん、キッさん誰キッさん、キッさん、どうぞ。なんか誰か言ってたら当たってたね。やっぱそうなんだね。ちょっと生存意欲ありすぎちゃった。生きられたそうか。まあ、僕は村人でも狼でも初日は生存意欲以外ないんで、そりゃそうなんだ。まあ、伊藤先生がそっちかなと思ったんだけど。なるほどね。最後俺構えんとは、数年には念押しやがって。そりゃそうですよ。そりゃそうでしょ。聞いたの言われたら、もっと詰められたら、いや、伊藤先生、ワンチャン騎士であれと思ってました。さあさあ、というわけで、では一戦名人のチームが勝利でした。改めておめでとうございます。さあ、というわけで、スリアル村、本日も残り2戦目、3戦目とございます。これ以降は役職非公開になりますので、皆さんも一緒に人狼推理を楽しんでいただければ幸いです。さあ、それでは、2戦目準備に取り掛かりたいと思いますが、少々お時間いただきますので、皆さん少しだけお待ちください。お待ちください。